孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体？あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。遅れちゃうよ。急がなきゃ。はーい。編入してきたご飯くんだっけ？あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？ミスターサタン？ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし、この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗をのしちまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。はは、適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。ふん、俺の剛速球で脅してやるか。
やりすぎないようにしなきゃ。一発も撃たせやしないぜ。おい、お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。重力室か、どこだったかな。いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんは。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。ところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。
ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりな悟飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。いいもの見つけちゃった。いいもの見つけちゃった。これは特別美味しそうだな。やっぱり飛んでいくと楽だな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー。ちな、なら、なんだてめえは。私はん、悪は絶対許せない、正義の味方。ん、はん、グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。か、かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱり。こんなみっともないやつに捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ、だから早く行かないと。やっぱり。え、やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。こんな完璧な変装してるのに。声よ、それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから
あの、このことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、一ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ？え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました、出場しますよ。やったー、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさん、いるかな？うん、いるよ。入って入って。へえ、出場するんだ、今度の天下一武道会。なんで？実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ？格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです、恋とかで。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん、
要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。のってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど。こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん。かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒。サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。俺も出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな。みんな、今あの世から海王様として話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に、本当に天下一武道会に来られるんですか。うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出んだろ。オラも出るさ。やったー。誰、バタイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。オラもだベジータ。じゃあみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわねご飯くん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。お、俺も出ようかな。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ。優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの。そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、キッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、じゃあな。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。テンではどうする。いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ。やだな、ピッコロさんまで。これ、かっこいいと思いませんか。わからん。それじゃ
僕そろそろ帰りますね。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたらお母さん喜ぶだろうな。御殿は初めてお父さんを見ることになるのか。お母さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでみっちり修行しないと。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって？そったらビッグニュース、なしでもっと早く言わねえんだよ。よかったな、御殿、弟と一日だけ会えるってよ。まいっただな、俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あのお母さん、僕も出ちゃダメかな。天下一武道会優勝すると1000万銭もらえるんだけど、2位でも500万。1000万銭？出場しろ、ごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万銭ももらえるんだべ。いやまだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いやー、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。御殿、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか？うん。待たせたな、御殿。まずは組手から始めようか。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ、よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え、スーパーサイヤ人にか。そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。御殿、お前それ、いつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でも修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。手をこう、御殿。分かった。御殿がスーパーサイヤ人になれたのは
嬉しい誤算だった。おかげでいい修行になって助かったよ。そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか。うん、そうだよ。に、兄ちゃん苦労したんだけどな。ま、まあ、いっか。今日はここまでにして帰ろう。デートに誘いに来たわけじゃねえでな。違うって言ってるでしょ。